名前です。はい、3、2、1。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。どうも森光です。タイガです。二人合わせてキンピラゴボウです。よろしくお願いします。最近さ、スマホでゲームする人増えてるよね。え、ラブホでベープする人増えてる。いや言ってんだろや、どんだけ蚊が多いラブホだば。知らんよや。いや、スマホでゲームする人増えてるよねって言ったわけ。あー、なるほどね。スマホでゲームね。うん、それがどうしたわけ。あの俺さ、スマホでゲームあんましたことないんだけど、あれって楽しいもんなの。あ、めっちゃ楽しいよあれ。もう、ねるねるねるねかけ混ぜてるぐらい時ぐらい楽しい。楽しさの表現独特だね。よくわからんけど。あ、じゃあさ、あのおすすめのゲームとかある。あるよ。まずあのドラクエね。あー、ドラゴンクエスト。違うよ。それはまああの鳥山明のやつだろ、うん、違う、こっちのあのどら焼きクエクエよ。は、知らんばどら焼きクエクエ。めっちゃ怒れてるなお前。あれはあの現代の洋菓子に侵食されてるあの子供の、日本の子供たちにあのどら焼きの食べさせて、そのどら焼きの美味しさを伝えていこうっていう日本伝統のゲームだろ。え、どんなゲームだばい。そんなゲーム楽しいかや。楽しいだろ。2500円とや。高いな。高いのか安いかもしれんな。 A ボタンしか使わんよや。いや知らんけど、スマホに A ボタンも B ボタンもないだろや。え、他のゲームがいいかな。他のゲームね。ああ、じゃあポケモン。ああ、ポケットモンスターね。違うよや。何それお前、あれだろお前、あのピカチュウのやつだろそんなの。ああ、違うよや。何、こっちであのポケットにもんじゃ焼きでポケモンだろ。なんてポケットにもんじゃ、お前知らないばお前。あれはあのもんじゃ焼き屋さんに行ったけど食べ残してしまって、はあもったいないなって思って、それをポケットに入れて持って帰ろうっていうゲームだろ。いや、折り箱入れてもらえ。ハラハラしながら持って帰る。ハラハラってお前、途中の手のぼっ時点でもボタボタ落ちるだろお前、こんなしてポケットに入れる前に。じゃなくて、はなんだばお前の知ってるおすすめのゲームって。いや、でも楽しそうだっただろ。あのねるねるねるねかけ混ぜてる時ぐらい楽しそうだっただろ。確かにその表現ぴったしだな。やもういいよ。どうもありがとうございました。FM ギノワン FEC チューンド、金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ、生放送でお送りしております。自己紹介からしましょうか。僕たちはですね、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC でお笑い芸人やっています、金ピラごぼうの金城大河と富川森光です。よろしくお願いします。お願いします。生放送でお送りしております。はい、FEC というね、沖縄のお笑い団体の若手芸人が、月曜日から金曜日まで1週間ね、この時間帯、FM ギノワンから生放送毎日日替わりでお送りしておりますが、はい、金曜日は僕たちきんぴらごぼうでございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、あの1週間も経ちましたね。はい、もう先週がちょうどゴールデンウィーク真っ只中の子供の日でございまして、はい、まあいろいろお忙しかったんですけども、うん、この1週間もね、またいろんなのありましてね、うん、今日もなんと、はい、何やら大きいのが、そうですね、ありまして、うん、それのなんかその声を取ってきたんです、うん、声取りみたいなのしてきたんですけどもCM って言えばいいんだ。 CM は言っていいのかなあれ CM なんか何かしらの CM でね、うんうん、僕たちの声が流れるということですので、はい、そこも楽しみにしてもらえればなと思います。あ、ちょうど今日じゃないですか。今日5月12日、うん、毎週日曜、あ、金曜日ね、はいはい、夜の7時から放送されています、うん、エイカーズグランドマスターという、うん、あの沖縄テレビ OTV8、うん、チャンネルでね、はいはい、地元のローカルヒーローの、うん、ドラマがやってますね、やってるんですけども、うん、今夜が第3話放送だったんじゃないでしょうか、うん、で第3話からですね、ドブーチリーの、うん、悪者ドブーとチリーの手下、多分第4話からだと思うな。第4話だったんだ、うん、あんな周りでめっちゃ第3話俺今日第3話見たんだけど、押してたのに7時ね、うん、7時ぐらいから放送さね、7時2分か3分ぐらいにテレビつけて、うん、そっから見てたんだけど、うん、まだ出てなかったわけ。あ、そうなんだ、うん、
だから最初らへんにちょこっと多分まあでもまだ出てないバトルない感じだったからダメじゃん今回ダメ4話からだと思います周りで第3話言ってたやつ誰おいこのまま絶対出さないっていうやつじゃないこれどんどん先延ばしにしてって多分ね第3話あ第4話からかな第4話か来週かな、うん、じゃあ来週あたりにじゃあ、はい、あのアミーゴ僕たちが変身したあのアミーゴが出る、うん、出ますのでそこも楽しみにしててくださいねお願いしますなんか2話が結構好評だったみたいであそうなんですねなんかもうストーリー的にはすごい面白いっつって、うんうんなんかそのなんだろういろいろバトルシーンなんてもあったみたいですよ。うん。うん、でなんかさこれ見ましたよ僕見逃したよみたいな人、うん、多分いると思うんですよ。うんうん、その見逃した人の方のために、うん、なんかあのイベントがあるらしくて。ああ。5月28だったかな日曜日に。うん。なんか528。528、うん、いわゆるね。ちょうどね。ちょうど、ね、何もちょうどじゃない何も。もう 何のちょうどでもないよ528の日でしょ5月28日週のもう何でもない5月28日って日曜日やしちょうどやしちょうどっていいタイミングやし日曜日っていいになんかそのライブハウスで、はい、その今1話から、はいまあ、多分今日が3でしょ4、うん、5話26日に5話が放送だから、うん、1話からなんか5話までの、うん、なんかあのを一挙放送みたいなほうライブハウスでなんか一挙上映した後に、うん、なんかあの演者さんと、うんそのこのエイカーズを撮っている監督さん岸本司監督っていうんですけど、はいはい、のなんか舞台挨拶みたいな、はいはい、こうステージ挨拶みたいなのも、うん、トークショーみたいなのもあるっていうそういうイベントもあるみたいですので、はいはい、なんかもしちょっと録画してねとか、うん、まだ見てねみたいな人がいれば、うん、5月28日そういうイベントがありますので、うん、場所がちょっとすいません僕ちょっと存じ上げてないんですけども、うん、FEC のホームページとかで発表してると思いますので、はい、気になる方チェックしてみてくださいお願いします、はいこのキンキンピラピラをキンキンピラピラ、はい、お星様ラジオはおヒューマンビートボックスか無理があるだろ無理があるだろ俺余計今咳しようと頑張っておかしかっただろ新手の入り方かなおかしいよ一生懸命咳止めようと思ってたのに今度は一生懸命咳出そうとして自分のこう思考回路おかしくなってメール募集しておりますよ、はい、メールアドレスが797数字で797 @fmginowan.com はい、までよろしくお願いします。fmginowan.com ですね。はい、こちらまでよろしくお願いします。また、ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ、リスンラジオ等でも同時生放送しておりますので、そちらの方からも視聴よろしくお願いします。ツイキャスもこちらでコメント見れますので、ツイッターの方で、コメントしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。コメントが結構いっぱい来てますよ。中田猫さん、こんばんにゃーす。ということで。ありがとうございますね。一発ユーミーさん、ありがとうございます。こんばんは。スマホでゲームやっている暇ないのでやってないですよと、メールやツイキャスだけで精一杯ですねと、うん。まあね、ゲームはなスマホでね、うん。最近いろんな種類ありすぎて、なんかもうやる気もないよね。そう。タイがめっちゃやってるイメージあるけどね。俺はあんまゲームはあんまりしないかな。嘘だ。お前やってるよ。いややってない あれゲームじゃないよスマホは触るよ結構触るけどゲームはあんまりやらないね家にいる時ぐらいかないややってるやし家にいる時ぐらい、ね、いやなんかカードゲームとかめっちゃやってたさああいややってあれ多分かあれは多分あの時だけでそのガッツリやってない多分あ、うん、分からないけど多分見てる時はやってるんでしょうねなんかつむつむとかめっちゃやってたイメージありますけどねああでも そこまでだよ多分やってる人多分もっとやってるからずっとああまあまあ俺から見たらやってる方、ね、俺から見たらやってる方なるほどね、うん、もっとやってる人はいるだろうけど、ね、多分やってる、うん、だってやってる人だいわゆるその課金とかやるわけでしょなんかお金かけて、うん、でも それをやらない方がこう楽しいさねなんかまあまあまあ人によりますけどね、うん、そのゲームねそっかそっか、うん、そのゲームやりてえって人はその子に課金しちゃおうかなはいありがとうございますはい白間さんギマさんかな、はい、ギマさんえ、タイガ覚えているね。この間ラジオの公開放送、会場リポートを受けたギマですよ。2回リポートしようとしたよね。あ、ありがとうございます。はいはいはい、僕、また他局でね、またラジオカーレポートもやらせていただいてて。うん、で、その時に、はいはい、そこの公開放送があったんですよ。うん、で、なんかその、会場レポートしますって言って、はいはい、こう、レポートを何名かにしてって、じゃあまた次の時間、
またレポートしますねって言って、はいはい、次の時間レポートした人も同じ人だった。覚えれやそれは。テンパっててからさ、うん、この短時間に噛み切ってたとかじゃない、ギマさんが。いや違う違う、結構スパンはあったよ、スパンは。いやそれは違うだろ、あったけど。違うだろそれや。スパンはあったけど、うん、こうもう結構なんかそのやった、あすいません僕さっきも受けたんですけど、ああそうだったんすかっつって、もう時間がない時間がないっつって、じゃあはい分かりましたっていうことでもう終わって、ギリギリなんかうまいことこうなんかなったんだけど、その後もありがとうございましたっつって、うん、とても優しかったんで、全然何がどうなったか全然伝わってこなかったんですけど、とりあえずでも白間さん、あギマさんは優しかったっていうことだけ。あそういうことですね、はいはいはい。いやでもありがたい、本当にこなしてお仕事いただいて、でこっちにね、うん、FM ギノワも聞いてもらって本当にありがとうございます。はいはい、はい、明日もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあラジオお送りしていきますのでお付き合いお願いします。一旦 CM 行きましょうかね。はい、はい、CM です、どうぞ。はい、ただいま CM 行っております。言います、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ。 FM ギノワン FEC チューンド金曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ、生放送でお送りしております。はい、ということで、はい、コメントもツイキャス、またメールの方でもメッセージよろしくお願いしますね。お願いします。はい、さっきね、あのこのヤフーニュースのアプリを僕携帯に入れてるんですけども、はいはい、通知が来て、うん、なんかあの今時の、中高生の、うん、なんかなりたい職業ランキングがなんかなんかすごいみたいなのがありまして、なんかこのアンケートを取ったんだって、うん、でなんかその今時の中高生のなんか将来の理想像みたいな、うん、あなたの将来の理想像どんなものですかみたいなアンケートを取ったところ、はいはい、1位が何だと思う、うん、YouTuber。 あ、 YouTuber はなんかなりたい職業なんだけど、なんかその理想、はいはい、なんかどんな生活をしていたいみたいなのをこう聞いたらしい。どんな生活をしていたい、 どういったなんか例えばなんだろう、その、お金を稼いでなんか裕福な生活がしたいとか、うん、なんかこう自分の夢を追ってみたいな、なんかいろいろなんか多分この選択肢多分あったんだろうね。はい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 、あったんだろうけど、その、うん、そのなんかその中高生の将来の理想像の1位が安定した毎日を送る、うん、職業が1位 YouTuber なのに。そうだから、そうだっけ。え、今の小学生、まあ、1位ではないけど。あ、そうなんだ、うん、1位ではないけどね。え、小学生の1位の職業は何でじゃん。小学生がこれ今なくて、中だから中、あ、中学生の、これ中高生、うん、中高生の男女に向けて、うん、はいはい、そういうこのアンケート、うん、なんかそのソニー生命さんがそういうアンケートを実施したらしいんですけ ど、ね、でまあその理想像的に言えば安定した、うん、もの、安定した毎日送るってことが第1位、2位が好きなことを仕事にするみたいなものがあって、うん、はいはい、第3位が温かい家庭を築くみたいなのがあって、はいはいはい、なんかそのお金稼ぐとか、うん、活躍したいとかっていうよりもなんか安定とか、うん、好きなこと、家庭とか趣味とかっていうなんかそのなんだろう、身近なことにこの夢の標準があるらしいわけね。はいはい、なんか例えばなんかその活躍してなんかこう大きなものをやるとか、なんか IT 社長、 IT 企業の社長になって大稼ぎしたいっていうイメージ、そういう目標よりもなんかその、うん、自分のこの何身近なというか、はいはい、安定して
った中にこう自分らしさを大切にしたいみたいな人を望むっていうのを望む人が多いらしいわけ、うん、これ職業はあるの？でこれ職業もまたそのアンケートでその別で質問してるらしいんですけど、はいはい、中学生すいません中学男子のなりたい職業、うん、1位が IT エンジニアプログラマーだいや矛盾してるわけよこの うん、やりたい将来性と職業、はいはいはい、なりたい職業が矛盾してて、うん、1位がそのエンジニアプログラマー、うん、で2位がゲームクリエイターで3位にこう YouTuber などの動画投稿者もう全然違うねだからその理想と4位に至ってはプロスポーツ選手とかさ、うん、もうなんか将来の目標の職業なりいやこれはなりたい職業ねなりたい職業、うん、さっきの質問はなんかなりたいなんか理想像、こういう風な人生を送りたいみたいなのを、とは別で聞いたんだけど、もうプレプレだわけよ。ちなみに高校生、うん、高校生男子のなりたい職業、こちらも1位が IT エンジニアプログラマー、まあまあ IT 関係の仕事ですね、いわゆる、うん、2位がものづくりエンジニア、まあ、自動車とかの設計士とか開発とかね、うんうんうん、で3位がゲームクリエイター、こっちで4位で公務員、いわゆる公務員で5位で学者、はあ、学者とか運転手パイロットとかってなってますね。男の子はね、うんうん、女の子はまたやっぱりちょっと違ってくるんですけど、女子中学生とか1位なんだと思います？女子中学生の1位、ケーキ屋さん女子中学生だよ、うん、ケーキ屋さんね、あまあまあもうケーキ屋さんなんてはもうないですね。だってもう絶対昭和とかだったらケーキ屋さんって言うでしょみんな。中学生はでも言ってたか、小学生の女の子とかが言ってるイメージあるけど、うん、まあまあでもアンケートによると中学生、女子中学生のなりたい職業1位が歌手、俳優、はあ、芸能なの芸能人、はあ、で2位が、まあ、イラストレーターとか絵を描くお仕事、漫画家とかね。大概下手なのにね、そうだね、そうだねって言ったら俺もあれだからなんか嫌、はい、なんかイメージ、うん、すいませんでなんか3位が、まあ、医者、医師、うん、看護師とかですかね、で4位が公務員。だから女子中学生の方がなんだろう、ちょっとしっかりしてるというか、なんかちょっとなんだイメージはちょっとちゃんとしてるんだろうね、うん、どんなか分からないですけど。で女子高校生、はいはい、1位公務員、2位看護師で3位に、まあ、芸能人、うん、4位に教師とか5位に漫画家とか絵を描くお仕事みたいなのが入ってるらしいんですけど、はいはい、もう最近のだから男の子、中高生は、はいはい、男子中高生はもうなんかイカれ狂ってるわけです、うん、やはりこんなして過ごしたいけども YouTuber とかになりたいとか、だからあれじゃない、その質問変えるだけでね、ま、見方によってというか、うん、そのまあ視点を変えてみたらね、うん、例えばだけど、まあ本当はだから将来安定した仕事に就きたいですけど、うん、でも YouTuber をやりたいですっていうことかもしれない。安定した YouTuber をやりたい、じゃあ安定した仕事に就きたいっていう希望と将来の夢とは別ですよ、本当は安定させたいけども、でもそれを押し勝ってでも YouTuber になりたいですっていう、なるほど、ね、夢とそうそう、まあ、見方を変えれば、ね、違うってことね、はいはいはい、あそういう人もいるであろうってことね、そういう人もいるであろうし、なるほどなるほど、まあ、本当に全くタイガーさっき言ったみたいに何も考えないで質問変えただけで変わっちゃうっていう人もいるだろうし、まあ、だから多分これを突きたかったんでしょうね、この質問してる人もね、多分ね、あそのだから質問も多分ちゃんと変えてると思うんですけど、はいはいはい、なりたい将来性と、うん、こういうしていきたいっていうのと、うん、なりたい職業とはまた別っていうことで捉えてるんだと思いますけども、そうですね、だから僕それこそ10、まあ、芸人やるっていう時にも一番それ悩みましたからね、うん、安定はしたいぞ、うん、安定はしたいからちょっと就職したいなっていうのはありましたけれども、はいはいはい、でもこれもやりたい、どうしようっていうので、まあ、悩んだ結果、はい、まあ、安定よりかまあこっちかなと、ね、選びましたから、はいはい、でもいいよね悩むってね、うん、悩める人は俺いいと思う、素晴らしいと思いますよ。そうですか、うん、いや僕はねもう、うん、パッパラパーですから本当にやばい、僕は本当にやばいと思います。あ、そうです僕は本当にこのお仕事しなかったらやばいと思いますので、うん、ノーノーと生きてきた人ですから僕
だってみんなほらあのなんか高校受験とかするじゃないですか、はいはいはい、うん、こういわゆるねこの高校受験が多分一番のなんか関門だと思うんですよ人生の中でね。高校受験なんかあの試験がある、あ、まあ、はいはい、中学受験で入ってる人とかは、うん、そこが一番大変勉強一番勉強した時期だと思う、まあ、最初のなんか受験というかそうだね行く高校とかこう進路とかが最初のこう分岐点になるところが、はいはいはい、ありますね。中学から高校への進学だと思うんですけど、うん、僕そこですら僕なんかもういや定まってたんだよそんなこと言ったらね。あーなんかよく言いますね。僕がもう本当によく言ってるのは、うん、この中学3年生の時にこうなりたい、うん、まあ、進路学習みたいなのあるじゃないですか、うんうん、授業で。でこうなりたいこうなんかワークシートみたいなの書かされるわけですよ、うん、自分がなりたいこと夢みたいな。で、はいはいはい、僕の父が調理師の専門学校の先生やってるので、うん、まあ、調理師になりたいみたいな、うん、で家計もなんかそのあの料理のお店とか居酒屋やってる人とかが多いので、はいはい、うん、まあ、ゆくゆくはなんかそういうのも継いだりとかそういう道にね、そういう関係のお仕事したい、はい、で調理師になりたいみたいなの書いて、うん、でその調理科っていうのがね学校の科目であって、こう調理科があるのが浦添工業、はいはい、今はどんなか分かんないですけど僕なんかの時は浦添工業と、うん、どこだったかな、あの三里工業、はいはい、にだけこう調理科が一クラスずつ、2つだったんですね。そうそう、だから一クラスずつ40名で結構まあ関門狭いっちゃ狭いんですけど、はいはい、まあでもなんだろう、まあ、行く人は行くしっていうところだったので、うん、で僕はもうその調理科行きたいですっていうのをこうその時の当時の担任の先生に二者面談みたいので言ったら、はいはい、いやあの違うよと、うん、なんかあのなんかもったいないよって言われて、まあまあね、最初何がもったいないのか分からなくて、そこでもうがっつり調理科に住んだらもうその道がほぼ一択になってしまうから ね。そしたらだから先生はなんかその、うん、一応あれ言ったらあれです、大学もなんかもう少しちょっと、まあ、成績いい方だから、うん、もうちょっとなんか進学校とかに行って、はいはい、なんかそのなんだそれこそもしそこでもっとやりたい本当に調理師とかなりたいんだったら、うん、そこから調理師とかでも、まあ、遅くないよって意味合いも込めてなんだろうけど、うん、その時の僕はそんなの考えないから、うん、もうなんかこっちよりかはこっちの方がいいよみたいな印象だったから、はいはい、ああってなって、うん、でも今考えたら、いや分からん分からん、ダーオが分からん、俺の夢がああもうこんな先生こんな言うし、うん、みたいな。でもお前しょっちゅうそんなだよな、うん、なんかそのそれでこそなんかそのなんていうの、進路相談みたいな時チーンって鳴らすやつ、うん、進路相談の時に、うん、その中学もそうだけど高校の時とかも、うん、なんか必ずこう先生に言われたことでお前ダーってなってるさ。だってなんかさ、あ、なんだろう、うん、いやさそんな人言えばいいよ、例えば、あそんな人って多分言ってなかったわけ。先生にもよるけどさ、だからその、うんうん、だから親身になってじゃあ本当になりたいの、うん、みたいな、なんか、うん、本当になりたい、俺のなんか熱を試してたのもあると思うわけ、はいはいはい、本当になりたかった、いや先生俺は本当になりたいんですって、うん、多分そこで押し切ればいいんだけど、うん、僕その時にそのくらい僕は人に流される人だったから、ああのもう子供、まあ、だからね、そこまでちょっと先生が読み取ってくれたら本当はその時の 今でこそこう芸人とかやってる人さ、うん、こう自分のこう核が持てるようになってるけど、はいはい、中学生なんてほらね、うん、まあ、まだまだ人として未熟でしょ、な、まあ、ちゃんと自分の意思持ってやりたいって人はやっぱ中学の時からこうグッとあるものはあると思うけど、うんうん、それこそね、はいはい、なんか僕はだから人に流されて生きてきてるような人なので、まあ、進学校行きなさい、まあ、親もでもそんなにお勧めはしなかったわけよ、うん、なんか調理師になることは ね、うん、まあ、自分も酸いも甘いも知ってますからね、そうそうそう、お父さんは調理師、うん、だからその あってどうせお前やらんよみたいなこと言われてたんだけど、うん、俺はねもうそれこそ高校受験の時は、うん、とにかくあのヤンキーがいるところ楽しくな、いやだなって、はあ、ヤンキーはいない方が絶対いいだろうと思って、ちょっとなんか分かる分かる分かる、雰囲気はね分かるでしょ、あの大変しそうだしね、そうそうそう、3年間がね、うんうんうん、だからまあできるだけまあ言ったら学力が高い方が、うん、そのヤンキー的な人はいないわけじゃないですか、まあね、多分まあイメージですけどね、イメージだけどね、実際僕が行ったとこもいなかったですし、うんうん、でその高校受験するって時なんですけど、うん、僕もう全然中学校の頃勉強してなくて、うん、で英語も1年生の最初のアルファベットだけ書きなさいみたいなのも、はい、アルファベット書けなかったんですよ僕もう相当じゃないですか、相当できなかったんですよ、はい、だから一応相当できないながらも2年の
校途中ぐらいで塾に入り始めたんで、はい、あ後半かな後半ぐらいに入り始めて、うん、で浦添高校に行く予定だったんですけど、はい、勉強してたらやっぱ一応勉強したらやっぱおのずと成績って伸びるじゃないですか、はい、強制的にやってるんで、はい、これで伸びてもうあのヤンキーのいない高校に入れた那覇高校に入れた。いや浦添高校も多分いなかっただろうけど、ね、いや浦添高校怪しいぜちょっと怪しいぜ、ね、浦添高校の人聞いたらいやそういう意味じゃないよ、ヤンキーはいないと思いますけど、そういう意味じゃないんだよね、うん、分かる分かる、でもイメージね、うん、こっちの勝手な想像ですけど、うん、分かる、でもそれよりかは那覇高校の方がってことね、うん、そうそう、いやだって俺あの中学校の頃浦添高校の人にカツアゲされそうになったから、ね、それは悪いわ、じゃあそれは浦添高校のその、うん、あ OB の人が悪いわ、そんなやった何中かみたいに言われて、うん、そんなの言う人っていたんだね、いたいた、あまあ行った場所もねその国際通りのちょっと裏路地みたいなところ入っちゃって、はい、人目のつかないところにね、そうそうそう、暗いところに、でも一緒にその時一緒にいた人が、うん、あの身長183センチぐらいの中学生でいたさ、やばあのサッカー部のキーパーのえいたっけ、背高い子はいたの、うん、覚えてる、マサヤっていうじゃあ大丈夫だね、うん、もう結構大きくて威圧感すごい半端ない、ね、キーパーだしね、サッカー部のキーパーちょっとガタイのいい、うん、守れるしね、うん、何からボールから何切れも守れるしね、あかな、ね、でも俺はでも そこまで中学校の頃とか節目節目で夢って特になかったからな、ね、なんかダメ人間が2人言う俺なんか夢なかったからなってでもなんか考えるのはいいですよね、はいはい、うん、夢いいと思います、モデルルならだから僕は中学生かな、あ中学生、小学校とか小学校と高校でも楽しかったイメージがある、はいはいはい、うん、楽しかったね、高3とか一番楽しかった、ね、そうですね、ってな感じのお話を繰り広げていますが、ギマさんからコメント来てます、タイガありがとうね、レポートされて嬉しかったよって、あとタイガ若いね、自分もタイガと変わらんよ、信じるこれ信じるって最後何あでもなんかなんだろう な, お兄さんな感じ、なんか、あそうなんすね、うん、髪がね、あ男性なんですね、男性の方で、はいはい、こう茶髪で、うん、あの僕のねイメージだけど、うん、あの人に似てる、あの堀北真希の旦那さんに似てる、名前なんだったっけ忘れたけど、なんかちょっとかっこいい感じの人がいたじゃないですか、そうそう、あそうなんですね、なんかパッと見ね似てた、うん、似てました、あとすみません、大河の側は違いますね、そうですね、大河ドラマの大河です、覚えてくださいいや2人いるんだよねこっちに、あの RBC さんなんですけど、うん、そのアナウンサーでこの、はいはい、あの吉見大河アナウンサーって方、はいはい、いますね、そうそう、だからあの大河が2人いるねみたいなのを、うん、まあ、あのリスナーさんにもあの 100回以上言いや、もう分かったよと、分かった分かったと、いやいや、でもその人たちって1回だから、回だから、うん、だから俺は毎回そのと、うん、あそうですかみたいな意地にされるわけでしょ、本当あんたアナウンサーだろ、アナウンサーでしょ、うん、いやじゃあその大河じゃないですよ、うん、みたいなのを、うん、あの俺はあのそのあなたの前に100回ぐらいやってるよっていうのを、うん、あのこうイメージして話しかけていただければ、録音とかしとけばいいんじゃない、その対応のやつをああ、タイガが2人いるねって言われた瞬間なんか右胸ポケットとかピッて押してる、そっから、うん、そっからタイガじゃないですよみたいなその口で俺当てればいいんでしょ、当てれこするこれ誰が喜ぶあそうね、結構若いんですかね、また今度会った時にお話しさせていただければありがたいです、はい、はい、じゃあ曲いきましょうかね、曲がね、いきますか、うん、行かないとくって手もあるけど、一応行きましょうか、いやどうします行かない、行きましょう、行きましょう、うん、じゃあこの曲お聴きください、ワニまでいいから、はい、昨日です、木曜日やってるんですけど、はいはい、なんか結構好評みたいで、あ、そうなんですね、なんかあのなんだろう、うん、結構好評みたいで、誰から好評なの俺のなんか、うん、そう、ツイッターとかのなんかそう SNS の反応を見てる感じだと、はいはい、なんか良さげな、大家が待ってよ、それ言ったらあの語弊が生まれるから、大家、うん、がっていうよりかは多分大家とこう来てるリスナーさん、あ、来てる
人、まあ、芸人が変わるじゃないですか、うん、はいはいはい、こうやって、ま、毎週こう誰か一人ピン芸人がこう順繰り順繰り交代していく番組なんですけど、うんうん、多分それがあるからだろうかな。あーなるほどね、よかったよみたいな、また来てねみたいなリスナーさんの、なんか大家にっていうよりかはこのままこっちのとこテレコになってる人たちにまた来てねっていう大家はね、うん、メッセージが本当にあいつはダメだなと思った瞬間がこの前またあったんですけど、そういう瞬間ってしょっちゅう来るじゃないですか。見て聞いてください、みんな大家が一体ダメ人間かっていうのをでもいないところで言ったら悪口、まあまあ、悪口なんですけど、悪口を言うのであのね、僕7月 の、 あの今 FEC がやってますお笑い劇場という、その定期ライブの演出になってるんですけれども、はい、それであのチケットをちょっと作成するということで、はい、ちょっといつもと勝手が違うので、うん、自分たちでコピーして自分たちでこうカッティングだったりして、いつもはなんかこ の、あの業者さんに発注してるんですよね。そうそうそう、うん、ナンバリングもこう、うん、してもらってね、自分たちでやるっていうことだったんですけども、7月はね、はい、7月は、はい、それの準備を、うん、一昨日かな、うん、そのデザインしてくれた桃子さんと、はい、演出の僕と、うん、で一応7月あ大家がこう年間を通してのチケット係、チケットのそういうなんかあの取り持ってくれるというか、あの桃子さんと僕たちを取り持ってくれる連絡とかしたりとか、はい、そういうのやってくれるデザインされてる方の、ね、そうそうそう、係ということで、じゃあ3人でそれの準備しようねと、はい、いうことだったんですけれども、はい、あの僕と桃子さんがやってた大家がちょっとあのちょっと別でネタ見せもやってたので、ネタ見せの準備してきますって言って、はい、やって、うん、僕なんかまあ 3、4時間ぐらいかなずっと作業してるんですけど、はい、大家が最後まで1回も来なかったんですよで、大家来なかったんですねみたいな言って、本当だって忘れてたって文句さんも言って、はい、作業に集中してね、うん、でもまあ なんかね、うん、なんかやってるんじゃないかみたいな、まあ、他のね他のことやってるんじゃないか、劇場も近いしね、その本番もね、うん、5月の劇場も近いしね、はい、で桃子さんがもうこれでもう、うん、携帯維持したらもうこれ殴ってから帰ろうみたいな感じで、はいはい、冗談で言いながら、はい、バーってあの稽古場の方行ったら、はい、大家が地面に寝そべりながら携帯維持してくっそだなーって2人でちょっともうここまで行き切ったらもういっかーってなって、いやもうすいませんって僕が仮に謝れましていいですか皆さん親はダメ人間なんですよ親は僕たち以上に本当にダメですので、親はちょっとね異常なほどのそうですよ皆さん、こういうのがねなんなんだろうね、はい、親はねダメですよ、怖いわと思ってリスナーさんだったりこう劇場来てくれるお客さんにはね、うん、なんか僕かわいそうですか、そうそうそう、キャラクターなんかお母さん大好きキャラとか韓国人キャラでこうみんなから好かれようとしてますけど、中野猫さんそうなんですねって、そうなんですよ、あいつはやばいんですよね、騙されないでください皆さん本当に、はい、でそういうことを言ってたよってキンピラが言ってたって親に言うと、いや違うんですよって言うと思いますあれそこの姿ですから気をつけてくださいね、やばい、いいけどね、いいけどね、いいけどね、いいですよ、それも親だからいいですけどね、合ってるのかな、戻ってるかい、怖い、大丈夫かな、閲覧してる、お星様ラジオ、お星様ラジオ、音でキンピラでいいの、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、FM ギノワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラ王子様ラジオ生放送でお送りしております。曲と CM 流れてる間にあのメガネロック大家っていう若手芸人悪口陰口を今言ってましたので気になる方がいればツイキャスとか YouTube で確認してみてください、確認してみてくださいというか、はい大丈夫ですよ、はい、はい、この行きましょうか、このコーナー、はい、じゃあこちらコーナー行きたいと思います。単語当て合いっこさあ、このコーナーでは僕たちが身近で生活していてわからない言葉、単語、慣用句などをお互いに出し合って、ファースト、これ何だったっけ、ファーストイミテーションじゃなくて何だったっけ、あでもインプレッションでいいんじゃない、インプレッション、うん、ファースト、俺もあの後ちょっとバイク乗りながら考えたんだけど、うん、これ第一印象だよね。そう第一印象。まあ、第一印象だったらいいのかな。印象っていうか、まあ、またもうちょっと、まあまあ、これもまたなんか、うん、専門の学者に一回聞いてみよう。いい言葉学者に。言葉の学者に。はい。ファースト第一印象ですの言葉を、うん、を作った
使った文を作ってもらい、本当の意味と照らし合わせて言葉の意味を覚えていこうというコーナーになっております。はいはい、ということですね。じゃあ誰からいきますか。じゃあ僕から。はい、これはねもう本当によく使います。はい、オリエンテーション。オリエンテーションね。うん、これ意外に、うん、なんていうのかな、大事なワードというか、はい、こうキーポイントみたいなワードが抜け出てて、うん、変な意味で覚えちゃってるのかなって思ったので。オリエンテーションね、はい、はいはい、オリエンタルみたいな感じでしょ。だからオリエンタルラジオ、オリエンテーション、オリエンテーションだから多分名詞ですよね、はいはい、なんか多分ね、まあ、なんとかみたいな、あ、オリエンテーション。でもめっちゃな結構長い。あ、そうなんだ。なんとかなんとかをなんとかなんとかのなんとかみたいな。まあまあ、正式な意味がね、うん、まあ、ニュアンスが伝わればいいですかね、うん、あ、でもオリエンテーションを行うみたいなのも言いますもんね。意外になんかよくわからなくない、ほんわかしたイメージはあるんだけどみたいな。例えだから、あの、CM 作成のためのオリエンテーションみたいなことでしょ。どういう意味ですか。でもなんかこう、そうそう、少し意味が重要なんだよね、うん、こっちね、うんうん、オリエンテーション、なるほどなって思うよ、これ意味聞いたら。でも会議とかとは多分違うんだよな。そうそう、オリエンテーション、あ、もうめっちゃヒント言っていいじゃんこれ。あ、いいよ。オリエンテーションを行う時期を考えたら、うん、お、時期、毎回同じというか、うん、どういう事柄の時にオリエンテーションって言葉使うかなっていうのを考えたら、オリエンテーション、なるほどねって思う。あ、オリエンテーション、でもオリエンテーションってなんか決まってる、年度の節目とかってこと。節目、まあそうだね、節目というか、節目ではないのかな、節目というか逆かな、始まり、そうだね、ね、うん、その年始ってことでしょ多分、うん、年度の始まりとかってことでしょ多分。オリエンテーションを行う、なんかそのみんなと初めて顔合わせをする会議みたいなことかな。あー、まあまあ近いけどな、初めて会う会議みたいなことかな。すごい近いけど、聞きたい、でも聞きたい、いいっすか。うん、いいっすよ。もうこれめっちゃなるほどなって思う、うんうん、新しい環境などに順応させるための教育、うん、あー、なるほどね、来ました。だから僕はなんか説明会みたいな意味に勝手に持ってたわけ、はははは、オリエンテーションって、はい、あ、でもこれ見たら確かになーと思って、はい、その学校始まったりだとか、はい、そういう企業に就職したりだとか、一番最初にその今まで経験してないものを経験させるための、まあ、順応してもらうための教育、オリエンテーションを行いますって言いますもんね、はい、あれとかでしょ、だからそのなんかバイトを始める時に、あ、やりますね、パソコンを操作する上でのなんかオリエンテーションみたいなところですよね、はい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 、なるほど、これ結構ためになりますね、これ結構いいですね、うん、こうそういうのだよね、うん、あれそういうのだよね、今日は何、じゃあそういうのじゃないやつ、俺はそういうのじゃないんだけど、うん、僕最近英単語を勉強してるんですよ、はいはい、あれだよね、そのいわゆるその彼女が外人か違うステファニーとかじゃないから俺から純日本人、うちのアンチュですので、あのね、でもね、結構あれですよ、どこで見るんかな、あ、ありました、あのね、ちょっと待ってくださいね、はいはい、ありますありますよ、はい、英語はな、英語は、あ、でも、あ、僕もじゃあ使えるやつやりましょう、はいはい、なんか使えるやつ、はいはい、聞いたこと、最近携帯触る人とかすごいこれ耳にするんだと思う、コネクトね、接続、あ、いいとこです、いいとこですよ、もうなんかもうちょっとなんか、え、なんかもうちょっとコネクト、いや、いいよ、いい、とてもいい、とてもいい、接続じゃないんだ、多分接続で当たってると思うんだけど、うん、導入、接続だと思う、なんか、いや、これとこれをなんかこうするみたいな、当たってる、接続は当たってるんだけど、うん、もう少しなんか、え、例えばなんか接続だと、うん、変換、なんだろう、接続だとなんか一方的なイメージがあるさね、わかる、あの、例えばなんかコンセントを、あの、この穴、プラグをコンセントの穴にこうなんか接続みたいな、なんだろう、この、はいはいはい、短いけどなんか、え、
これとこれをこうするみたいな。あ、でも接続で当たってるのかな。一応じゃあ答えようか、うん、ほぼでも当たってると思うんだけど、なんかね、結びつける。あー、はいはいはい、なるほどね。結びつける ちょっと難しいけどね。うん、だからこうなんかそのにこの、まあそっか、接続とは違うね。ちょっとね、ちょっとね、いやでも当たってると思う、多分。まあ、この意味もある意味もあると思う。そうそうそう、っていう感じです。結構このアプリおすすめですので。名前何だったかな、なんかね、英語で GO とか違う違う、 NHK 感がすごい。なんか英語で遊ぼうみたいな。なんかあのトエック、トエックってあるじゃないですか、英語のなんかの試験。はいはいはい、トエック、なんかそのみかんトエックってやつがあるんだけど。いや別に面白くないわ。面白くない。俺なんで面白くないわ。俺なんでみかんなのかなと思って、はいはいはい、みかんトエックっていうやつがあるんだけど、こう手軽に空き時間でなんかだからその聞いたことあるような言葉とかいっぱい出てくる、なんか。ああそうなんだ。うん。っていうのありますので、はいはいはい、探してみてください。あざます。はい、以上単語当てはいっこのコーナーでした。はい、じゃあ曲いきましょうかね。いきますか。はい、はい、じゃあこちら聴いてください。トライプレインで合言葉。はいはい曲流れております。ツイキャス来てますのでいろいろ紹介していきましょうか。はい、メールも来てるみたいですね。ツイキャス、中田猫さん、騙された、やはり毒キノコだったかメガネロックでねあいつは、そっか、なんか、うん、俺なんかこそ、うん、一応同じ事務所にいるから、うん、もう大家ってもうそういうやつっていう感じさね、うん、そうじゃないんだろうな。いや、そうじゃない、そうじゃないわけよ。ギャップがなんかちょっとなんだろうな。いや、そこ見せればいいんだよ、なんかさ、うわ、隠すんだよな。まあまあいい、まあいいでしょ。それも人それぞれだからな。その生き方なんて否定はしないですけど。うん、どう、あ、でも別に、この親がクズだよっていうのを、こう世に公表したところで、うん、俺たちに、何のメリットもない。メリットはないんだよな。なんだ、ちょっとなんか弾圧受けるじゃないですか。いや、そんなことないだろ、みたいな。うわ、もうそっち側か。親のイメージでそっち側に染めちゃったかみたいなのがあるから、もう やらないの、うん、こんなやってる俺たちは多分思うつぼで、あいつの親の親の思うつぼ、親のあんなこと言ってるけどみたいな。いやでもちょっとこれは本当に衝撃的だったんで、ね、最初私もいい人だと思ったけどね。いやさ、うん、普通はさ途中くらいで、うん、すいませんねみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと顔出すじゃないですか、作業があまりにも長くやってたら、はいはい、どんな進んでますかみたいな感じで、はい、もうそれもなしに携帯し怖ーと思って。だって知ってたんでしょ、やってるの。ああ、もう最初の始める頃は3人一緒ですから。あ、こう やり始めは一緒にいたんだ。もう本当にやり始めの、うん、あのめっちゃ最初、もう1分も経ってないぐらいで、なんか桃子さんが、うん、なんか集まりなんですかみたいな感じで、うん、あ、一応ネタ見せっていうのやってますって言って、はい、あ、じゃあなんか抜ける時あれば言ってくださいねみたいな、うん、桃子さんもそういう、まあ、優しさというか、うんうん、で言ってくれてる。俺たちも芸人だしね、そうそう、ネタ見てもらってる時間あるから、そうそう、じゃあそこはなんかその準備だったり練習があったら抜けていいですよ、うん、っていうことで、で親が、あ、すみません、僕あのコントの準備があるんでちょっと抜けましょうねって言ってそれから4時間1回も来ないほーすげえわね。ああ、こんなエピソードの話ってキリがないので、親のちょっと俺たちが悪者っぽく聞こえるのでどっかでやりたいな、なんか大家が悪いやつライブみたいなでも多分俺なんかより、うん、あの俺なんかそれこそ年が上だからまだそんなにないかもしれないけど、はい、俺なんかより年下のそのなんか聞くとね、 KY デンジャーズだったりデコボコとかクーター進化とか、ね、クーター進化、モコモコモトシとかからの声はすごいだろうね。やばいっすか、うん、これやばいっす。これあの FM 技能はってやろうよ今度ちょうど多分世代が、そうだね、俺たちぐらいしか言えないしね、うん、親より上が、うん、みんな犯したでしょ、あのハイアプロメンバーなのなんかもっとそうだね、もうなんか集めて、で大家もいないと悪口になるから大家も呼んで、はい、これあのどっかあの FM 技能の特番組んでやりましょう大家スペシャル大家スペシャル
でもそもそも大家がそんなに知られてないと思う。いや俺なんかもそうだけどね、俺なんか自身もそうだけど、そもそもそんなにみんな知られてないっていうところもあるよね、うん、そうですね、大家くん伝説聞きたいというあれ流れ星流れてるなあ、いた、頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラ王様ラジオ FM ギノワン FEC チューンド金曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラ王様ラジオ、メールが来てるみたいですのでメール読まさせていただきます。はい、お笑い大好き高校生さんよりいただきました。ありがとうございます。あざます。キンピラゴボウのお二人こんばんは。昨日体育の授業でスポーツテストをしました。はい、握力と長座退屈をしました。こう、はいはい、足こう伸ばすやつね、うん、はいはい、ラジオでは恥ずかしいので記録は言いません。いや言わなくていいですよ。話変えますが、いよいよ前期実習が始まります。なんそれ前期実習、3年生は全員校外なんです。私は去年の後期実習は校外でした。ちなみに緊張したことを覚えています。あ、なるほど、なんかそのあれか、なんかなんだろう、ワークショップじゃなくて職場体験的なやつかな、はいはい、ね、実習って、うん、はい、頑張ってください、はいはい。ところで私は話すのが苦手ですが、お二人は話すの好きですか？あと森光さんには多分聞いたと思いますが、タイガさんにとってお笑いとは何ですか？聞かれたのこの間。あー、タイガが、うん、休みの時に、あ、なるほどね、メールが来てたってことね、うん、そうそうそう、お笑いとは何ですか、うん、ああお笑いね。でもどっち、真面目なのやつ言った方がいいのかな。これね、その時もそうなったんですよ、うん、あ、なるほどね、うん、真面目な話で言うと、はいはい、まあもうお笑いはなんか人生なのでね、うん、お笑いっていう、こう枠組みだけだよ、はいはい、言ったらそれはそれこそ職業全部置き換えられるし、調理師とかね、うんうん、っていう、こう真面目な話しちゃう、うん、あれなんだけど、お笑いっていうのはこう、うん、みんなが楽しむもんだよね。なんだ、いやじゃないとさ、こんなのひどいよこれ。いやお笑いでも本当に楽しんでもらいたくてやってるからさ、ポーンってなるやつよね。あなたにとってお笑いとは、そうそう、ポーン、であの菅氏が歌うんでしょ、うん、あのなんだっけ、タラタラタタタタ、横一列でスタート切るんだろうな。な、あと一歩だけ前進もう。おっさん入ってきてる、おっさん入ってきてる。喋るの好きですか？喋るのね、好きですかって言われたら、俺は嫌いだけどね。僕も特に好きではないですよね、喋るのは。もう、ラジオやるなって思ってます。いや、なんていうのかな、その喋る、いや、こういう場で喋るのはもちろん、そのなんていうんですか、会話するのが苦手だね、僕は、うん、そうだね、好きではありますけど、うん、話があんまり上手じゃないので、うん、向かないんですよ。舞台とか好きでしょ。俺舞台とか好きだっけ、舞台とかで立つのは好きだっけ、みんなこう、うん、あのお客さん、まあ監修、うん、完全なる監修みたいな方たちのスタイルになってる人にこう自分から発信だけし続けるのは好きだわけよ、うん、自分だし、うん、まあ他のそれこそお笑い米軍騎士とかなんかこの喜劇とかの舞台は、はいはい、あのいわゆる台本っていうか、こうなんかこんな流れでみたいなのがあるから、うん、それになりきってできるのね。まあまあまあ、そうですね。だってこう自分タイガーとかって話すときはなんかちょっとってなるので、なんかちょっと話すのは苦手、シャイなんだよね結構。確かに苦手ですね。なのでみんな芸人になりますので、芸人になりたい方はお待ちしてますよ。追伸も来てますよ。はい、先ほどのメールで忘れましたが、春沙絵香グランドマスター見ました、とやっと見ました、ありがとうございます。ありがとうございます。どうなったかな、 KY デンジャラスのね、コータがね、うん、主役してますので、結構なんかすごかったね。なんだろう、うまいって言ったらあれだけど、あ、コータ、うん、なんか、あ、確かにね、情がこもってるというか、さすがジャスティン・ビーバーになりたいだけの、まあ、コータはスターだからな、あいつはスターだから、あのスターきついけどな。俺たちからしたらきつい、いや、きつって思うけど、ツイキャスもいっぱい来てますね。一発ユミさん、木曜ジュングリで特番とか、あの大家のね悪口を、はいはい、あの FM ギノワンのあのこう、うん、FEC チュンドのメンバーで、うん、みんな大家にこう
公開悪口を言う。これ悪口じゃん、これ大家に言ってるから、この説教、うん、説教。これでもやるでもやるんだったらやりますよ。でもさ、うん、まあそれこれ言ったらあれだけど、大家、うん、にそういうこと言うさ、うん、お前この時あんなだったよなみたいな、うん、言った時の大家のあの目分かる。もうなんていうの、本当に、うん、もう完全にシャットアウトして。なんか自分は悪くない、むしろなんかあなたが悪いですみたいな感じの目で、騙されないでよみんな、はいっていう、こうあの大家の目がすごいんだよな。これなんかみんなが約束できるんだったらやります。これは本当に、いやでもやめとこ、やめ、怖いからやめとこ、なんかあのライブとかでやるので、うん、そうそうそう、はい、ラジオは誰が聞いてるかわからないのでね、大家が本当にしょげると思う、はい。しょげるね、しょげると思うからやめよう。人しょげさすために俺たちお笑いやってないからね。そうそう親が受け入れてたらいいけどね、そういうの。受け入れねえんだわ、あいつが。中田猫さん、うんこが一番面白いってやつだっけ？これ何のこれ何のやつこれ？何のやつ？これ前回ね。うんこ？あのお笑いとは。あなたにとってお笑いとはで、あきらさんがうんこです。あ、なるほどね。さすがだな。面白いな、うんこが一番。あ、そう、中田さん、そうですね、ゲイではないです。ゲイ、俺さっきあのゲイになりますって言って、みんなゲイになります。芸人になります。芸人ね。すいません。語弊がありました。すいません。コーナー行きますか？行けます？行けます？行かないどくっていう手もありますよ。行かないといた方がよくないですか？今回は、うん、メールがいっぱい、メッセージいっぱい来てましたので、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあエンディング行きましょう。エンディングでございます。ありがとうございます。もうそろそろおしまいでございますが、おしまいになりますね。ギマさんからもメッセージ来てます。自分誰に似てるって言ってた、調べてみようね、とあと何歳に見えた。あのほらあの人、堀北真希の旦那さん、堀北真希の旦那さん、堀北真希の旦那さんで出るかな、はいはい、打ったら何歳かな。でも結構なんだろう、これってどう、本当だ、何歳に見えたってめっちゃ聞いてくる、めっちゃ聞いてくる、本当に歳かな、なんかダンディーな感じはしたんだよな。もう本当にね、ギマさんのこと僕見たことないですし、うん、こんなこと言うのもあれですけど、もう今文字しか情報ないよ、もう俺ね、うん、あと何歳に見えたっていう質問、この世で一番いらないんじゃないかなと思って。いやもう本当にね、別に僕は悪意を持って言ってるわけでもなく、ないし、白間さんが悪いわけでもない、あ、ギマさんじゃない、ギマさんが悪いわけでもないんですけど、うん、いやね、わかりますわかります、そうでも、うん、何歳に見えたって、うん、なんかね、どっちも得しなくないですか。いや、可能性があるんだよこれは、どっちも得しないし、けどなんか喜べばいいわけだから、例えばその、うん、てか何十何歳って言っちゃうと、うん、あまりにも標準を狙いすぎるから、パワープロやったことある？ええー、ないないない、じゃあゲームね、ゲームパワープロ、うん、なんかその、はい、標準を絞りすぎだから、何十歳ぐらいって言えばいいんじゃない、うん、例えばその、ああなるほどね、40代とか、そう40代、30代とか、4234とか言えばなんかちょっとぐらいで、もう俺はもうほらギマさんもナイスって3文字しか分からなかった。よかったんだ。そう、適当でいいんだよ、うん、適当でいいんだよ。確かに多分、うん、ギマさんも親身になって、俺が何歳、俺今何歳に見える、そりゃそうだ、グーって来てるわけじゃないし、うん、多分、ね、うんうん、それは分かる。あ、でもまあ男性だからね、分かってると思いますし、ね、女性の場合ってちょっと気使いますよね、うん、確かにね、それって何歳に見える、人にもよるしね、なんかね、うん、なんか年上に見られたい人もいるさ、分かる、そう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 、あ、そんな幼く見えてるのみたいな、いや見せてるんだろお前が。お前が見せてるんだろ、若く。そんな人はいないと思う。そんな幼く見えてるのババアやしや、喋り方、完全に。完全にババアやし。いる、そう、いるんだよ。いいさ、なんかもう、年なんて。うん。これは人間が決めたことだから、勝手に。人間が決め、まあまあね。年とかさ、うん。はいはい。若く見える人は若く見えるし、年上って見える人は見えるよ、そんなの。うん。何急に怒ってるの。誰も怒ってないだろ別に。見た、年相論が今起こってたからさ、うん、そうだね。そうだね。だからこれは、はい、でも解決方法を見出したいね、うん、ああどっかのタイミングで。そうだね。なんかその誰も、うん、傷つかないやつ、うん、
でももうボケるじゃない俺なんかの先輩特許とか。だから、だから芸人がいいのはいいよね、うん、あのほら伊集院光さんとかがよく言ってるなんか、うん、あの名前とか忘れた時にわざとなんかわざとなんか絶対な名前言うとかなんか あのなんかあのなんだろう裏手裏剣俊弘でしょみたいなとかちょっとふざけないでくださいよみたいなこの場をにぎやかすことをしながら本当名前をうまいタイミングで聞くとかね、うん、そうだね。年もだからそう言えばいいんですよ多分。だからなんかあのだからもう本当に言ったら56万歳でしょみたいな。そうそうそう、うん、あのリンゴ8個分でしょみたいなはい、はい、こんなんでいいんかな、うん、分からんけど、まあでもそういうことですよね、うん、僕なんかが一番やりやすい、うん、それがお笑いですよ、うん、それがお笑い何でも何でもいいように捉えるやつ、うん、はい、ということで、はい、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオそろそろ終了になります。来週も生放送予定ですので聞いてくださいということで、以上キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよー。はい、ありがとうございます、はい、1週間終わりましたね。いや、終わりましたね。長かったな、今週は。1週間長かったな、今週ね。1週間、うん、ありがとうございます。5月も中盤ですね気づいたらもうあのすごいの結構5月俺なんかやばくない？なんか4月後半ぐらいからかやばいのが、うん、そのいわゆるそのいわゆるっていうかお笑い米軍基地の稽古って、はいはい、うん、あれ1ヶ月もやってないみたいなわけ。そうですよね、うん、俺さそれ改めて考えたら、うん、行かれてんなと思って。まあ確かに、なんかよく聞くのはなんか舞台やるんだったら、うんうん、多分 2,3 ヶ月前ぐらいからこう台本読み合わせとか稽古とかやるんだけど、うんうん、なんかそれ言ったところでかもしれないけど、でもなんかすごいよね。うん、それもそうだし、なんか俺なんかのこの身の回りの芸人のお仕事も最近ねいろいろ忙しいですね。やばいな、やばいっすよ。はい、中谷子さんお疲れ様でした。今週劇場でお会いしましょう。はい、お待ちしております。ニマさんお疲れ様ということでありがとうございます。ユーミンさんお疲れ様でした、ありがとうございますね。中谷子さんおわら米軍地も行きますよということでありがとうございます。ございますございます。ちなみに、はい、5月14日の日曜日に母の日にですね、うん、母の日特別公演ということで、いつもは明日、いつもは毎週第3土曜日に行ってるんですけども、うん、5月だけ母の日にお笑い劇場を行っております。はいはい、なのでちょっと早めではあるんですけども、お笑い劇場ありますのでぜひとも、はい、お越しください。よろしくお願いしますね。ですかね。はい、はい、メールいただいたお笑い大好き高校生さんもありがとうございます。はい、たまに俺幽霊見えるんじゃないかなって思うことがあるっていう話よくするさ俺、うん、あの2週間前ぐらいに話したかな、うん、あのこの FM ギノワンのラジオ放送終わって、うん、自分の家帰る時の裏路地みたいなところで、うん、なんかおじいさんが一人で歩いてて、うん、俺もちょっとゾッとするじゃないですか、うん、まあなちょっと、はい、でバイクで走らせながら、うん、こうちょっとゆっくり走って引かないようにね、うん、ゆっくり走ってたらこのおじいさんが立ち止まって、うん、僕に近づいてきよったんですよ。おでその日から俺3日連続ぐらい金縛りやって、うん、俺あのおじいさんおじいさんじゃなくてこう俺にしか見えてないやつじゃないかなっていう。しかもドアがキュッて開きよったんですよその日だけ。キュッて開けたの？キュッキュッては開いてないけどふってね、あの閉まってたドア、怖くないですか？おばあさん、おばあさんだったのかな？おばあ、途中で終わっちゃったこれがちょっと怖かったな。寝てる